はい、今ちょっとスタイリングをしてみたんで、色はこんな感じで、ちょっと赤みを。はい、これで結構ね、上からつるっという感じの質感に変わってきたんで、柔らかさが出てくれると思うんですよね。これをブロックとつなげちゃうと、めちゃくちゃ短くなっちゃって、動きが全くなくなっちゃうんで、ワンプロセスで1回明るくして色入れたりとか、2回染めしたら料金も2倍かかっちゃう。で、めんどくさい。なんで、短時間で1回で、明るくしながら色もしっかり入れたいっていう場合ですね、この方法を使いまして、今回こんだけ髪の毛がメラニン色素がしっかりしている方を寒色系の色にするには皆さんどうするでしょうかっていう感じなんですけど、まあ、僕はいつもそういう場合は調合ある調合でやってます。知りたい方は LINE アットの方からメッセージください。同じのがもうないので、これで塗ります。はい、で根元をちょっとつけたくないんで、そのまま塗っていきます。塗り方は特にないですね。ちょっと垂れないようにだけして、あとこの切った毛が、切った毛が結構顔の方に行きそうなんで、基本外人っぽい感じとかショートでやる場合はこの調合を僕は使うんですけど、これ購入した方ぜひやっていただきたいんですけど、本当に根元からこう自然に染まっつかないで染まってくれるんですよ。ゼロテクが一瞬でできるんで、まあ、もうカットもカラーもパーマも全部これで今やってるんですけど、今頭皮ついてないですよね。ついてない、ね、薄くない感じですね。でそんな感じに本当超簡単で、ブリーチでも使えるんで本当万能なんですよね。もうちょっとなんかね、これ色がおしゃれとかだったらもっといいんですけど、このコーム誰かに作ってほしいかなっていう感じです。同じのがあったらブルーとか欲しいんで、もしコームとか制作してる方いたらぜひ作ってください。20本ぐらいあったけどもなくて、自分のお店で今僕5個今使ってて、いろいろ使い回してて、あと家に1個隠してるのが1個あるぐらいなんで、もうちょっとなくなったら嫌だなっていう感じです。大丈夫ですか？で今このような感じで短いところを染めても、まあ、すぐに待ちます。はい、大丈夫です。切ってほしいです。で、こんな感じで、はい、短いこのバックのところも薬溜めながら簡単に塗れるという、これはアシスタントでも簡単に塗れちゃうぞっていう感じですよ。道具が良ければいろいろ簡単にできちゃう。あ、そうだ、皆さんあと、もしできればなんですけど、ちょっとで登録、 YouTube の登録者数の方が、あともうちょっとで皆さんの協力のおかげで結構いきそうなので、皆さんいつも見るだけ見てる人はできればしょうがないなっていう気持ちでもいいので、チャンネル登録してください。協力お願いします。はい、ってな感じで終わりそうですね。もう逆サイド今塗ってます。目だけ閉じてるんですよね。近いところはね、ちょっとコームの先端につけて、ちょっと溜めないと染まらないんで、ちょっと溜め気味です。まあ、頭皮はあんまりつけないでください。あ、ちなみにムササビトリートメント、あともうちょっとなんで、皆さんもうちょっとお待ちくださいね。エイジング毛とか、まあ、ホームカラー毛とかですね、あとは育毛関係にちょっと効果が期待できますので、かなり面白いかなと思います。ムササビさんがもうちょっとで現れるので、お待ちください。ちょっと宣伝ばっかりで申し訳ないですけれども、で、ラップしません。理由としては、はい、今ちょっとスタイリングをしてみたんで、色はこんな感じで、ちょっと赤みを消した感じです。で、前髪はちょっと束感がこうできる感じに、
アップにスタイリングした感じですかね。はい、でこの辺が少し短いところは、動きが出るように、チョッパーのループセニングを入れてるんで少し動きが出て、通常の刈り上げよりはちょっと動きがいいんではないかなと思います。で、まあ、バックはこんな感じですね。はい、でブランドカットした理由と表面の方は結構ブランドで切ったんですけど、逆にちょっと毛先がバツってしてる方が結構重さがあってかっこよくなるので、あまり毛先はこうチョップとか入れてないです、あえて。なんで根元のルーツのみにした方が外国人風の雰囲気は作りやすいんですよ。チョップ入れちゃうとやっぱりちょっとこう毛先が軽くなっちゃうんで、いまいちブランド感がなくなるかなっていう感じです。なんで、毛先は重くして根元ルーツの方ルーツセニングで少し軽くしたような感じですね。で少しこの辺の長さが残ってるんで、ちょっとこの辺を少しこういう風に遊びとしてやってあげてもいいかなと思います。でやっぱ丸さかなり出てるかなと思いますけどね。こんな感じに、で前髪はこの前髪の方はちょっとこうペタってさせてみたりとか、いろいろできるのではないかなと思いますね。はい、こんな感じで終わります。